こんにちは、レイセンです。今日は3月23日月曜日になります。絶食708日目、塩水追加実験は7日目です。天気は晴れですね。今日もいい天気です。もう完全に春だね。で、現在時刻は午前9時ってところです。今日はまず、フレッシュジュースだね。デコタンゴールでフレッシュジュース作って、500ぐらいできたら狙いたいってとこですけど。で、その後は、寝て、で、塩水でやって、で、夜になったらグリーントーヤだね。グリーントーヤを作るっていう、ね。そんな感じで。昨日とそう大きくは違わないと思いますけど。ただ寝るのはなるべく最小限っていうかね、あんまり横になる時間は増やさないように、長くならないようにしたいと思ってます。それだけかな。それだけですね。そしたら、絶食708日目始めていきます。今日はこの4つだね。4つで作っていきます。これで 926g なので、また800、750か800ぐらいできちゃうね。で、これ柔らかくなってきてるやつ、ちょっと早めにちょっと消化しないとってやつ。あと2個ぐらいね、柔らかいやつがあったんだけど、それだとちょっと量が多すぎちゃうもんで、2個は省いて4つにしたってとこです。ちょっと多すぎ、1リッター超えちゃうね。1.3 ぐらいの頭になっちゃうかなってとこですね。とりあえずこれで今日は作っていきます。ギリギリだな。12秒細かくなってない部分もあるけど、あんま回らないもんで、このままでもうちょっと、パワーあるミキサーが欲しいところだね。みかんでフレッシュジュース作るなら、多少果肉が残ったままになってても問題ないっちゃ問題ないんで、いいんだけどな。そう、別に。というか、むしろ果肉があった方が個人的に嬉しいんだけど。730ってとこかな。730だね。そしたら、あと水は塩水を適宜取る形でやっていきます。ちょっと出かけてきます。すぐ帰ってくると思うけどな。次、グリーントーヤ作っていきます。グリーンスムージーを250、
と有機投入を250、ね、あ、じゃあ100、150だね、で、ヨーグルト、自家製の豆乳ヨーグルトを100ミリぐらい相当で、あ、入れすぎた、ないか、550ぐらいにしとこうかな、150ミリ入れて、うん、これで550だね。で、活性器、グリーン活性器を大さじ1杯、うん、150だと730だもんで、230300か、うーん、そう、 1.3 か、 1.3 リッターだね。で、ここにあと、これ、粉唐辛子だね、粉唐辛子を3回だね、3回回して、で、七味唐辛子を、これも3回だね、3回回して、で、ブラックペッパーね、これも、まあ、3回だね、うん、したらこれ飲んでいきます。おはようございます。今7時半ぐらいですね。そしたら今日もいろおり2回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面と側面と背中、うん、64ですね。血圧測っていきます。116-81です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は3時間ほどとっています。午後5時から7時までの2時間と深夜0時から1時までの1時間、あと、まあ夜中ちょっとなんかうとうとっとしたのが他にも少しあったような気がしたんで、まあ、あの、まあ、3時間っていうのはとりあえず仮だね、仮後でまた動画の編集作業をやって正確なの数字を出すってところです。で、ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなしです。日中の室内温度午前8時50分頃計測で25度、
湿度は 20% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 250ml、豆乳は 150ml、ヨーグルトはこれも 150ml ですね。で、果物ジュースは0です。で、果汁、今日デコタンゴール、まあデコポンとか知らぬい、同じらしいね。最初はそれぞれ違う品種のものかと思ったけど、調べたら同じだったデコポンとデコタンゴールと知らないって、うん、別の品種かなと思ってたんだけどね、うん、結構スーパーでね書いてあるものが全然どれも違ったりするんだよね。知らないって書いてあるところもあればデコポンって書いてあったりね、うん、なんだけどね、調べたらどれも一緒だったの。で、デコタンゴールを 926g 使ってて、できたのが 730ml ってところです。で、水は 2250 になります。これ昨日の残りの半分450と、あとペットボトル2本だね、 900×2 で1升1800、合わせて2250ってところです。で、合計が 3530ml、 水 2250 のため実質は 1280ml です。なので今日は 1.3 リッター絶食です。まあ OK だね、 1.3 全然 OK、 問題なしってとこです。で、活性器大さじ1杯、塩ヌチマースは 22.5g 取ってます。まあ 9g×2 とあと 4.5g ですね、半分なんでね、で計算してる。で、みかんの皮ペーストは今日はなしです。今日もですね、最近取ってないですね。最近喉の調子がねいいんだわ。痰がなんかへばりつく感じがないっていうのかな、調子いいんだわ。なんだろうな、あれかな、香辛料、唐辛子、なんかあれじゃないかな、なんか唐辛子香辛料取るようになってから、そういえば喉のあたりにね痰がへばりつく感じがないな、うん、そういえばね、調子いいわ、なんか最近。春になったから、あ、いや違うな、でも この2年ねずっとなんかそういうのがあって、春になったら治ったなんてことはなかったしな、うん、ずっとあったよね、喉ずっとなんかここへばりつく感じがあったんだけど、ここのとこないわ。そういえばなんか調子いいもん、ここ最近調子いい。はあれだな、香辛料だな、唐辛子だな、グリーントーヤに今少し粉唐辛子と七味唐辛子とあとブラックペッパー入れてるんだけど、そうするとね喉のあたりがなんかちょっと熱くなるんだよ、ちょっと熱くなるんだわ、うん、あれだな、あれが効いてるっぽいな、なんか、やっぱ七味とかはやっぱ薬だわ。まあ七味の中に陳皮も入ってるしな、陳皮も喉にいいし、あれ薬だわ、やっぱり。あんなちょっと少量入れただけなのにもう抜群に効くな、あれ思った、すごいね、あれいいわ、あれいい。特にまあ私のように喉のこのあたりだね、うん、痰が溜まりやすいとか、へばりつきやすい人は特にいい。で、風邪にもいいと思うから、あれ、だから健康面にすごくいいんだわ、おすすめ。これおすすめできるよ、味もいいし、お金もそんなかからない、ちょっと入れるだけだもんでね、まあこんな感じです。で、でそのミカのカーペーストはなしなんだけど、その香辛料だね、香辛料は適量まあ入れてるってところです。あれでやっぱちょっとガリガリガリって3回やる感じだね、で粉唐辛子と七味とあとブラックペッパーで醤油もまあ時々垂らしてね、の舐めてるって形です。粉唐辛子まぶしてね、そんな感じです。で、尿回数は8回出てて、濃さかなり薄め、あと完全無色と薄い時がありました。量は平均的な量です。大便が今日1回出てます。翌日午前3時35分頃、色黄土色で、いつもよりもね少しなんか水っぽい感じの下痢だった。雰囲気いつもなんかもっとドロッとした感じなんだけど、今日はなんか少しとろみがね弱いっていうか、いやいやちょっと水っぽい感じだったんだよね今日はね。
だけどね、で今日ま取ってる水の量は2250なんだけど、ま、昨日は1750だから昨日よりは少ないんだよ、あ昨日よりは多いんだよね。多いんだけどね、この便が出た時はねそんなに取ってないんで、1リッター1.5リッター弱ぐらいだったかな、 1.5 リッター弱ぐらいしか取ってない時だから、だから飲んだ量が多い、あの塩水ね、塩水の飲んだ量が多いっていうわけではないと思う、うん、なのにね、なんかちょっと水っぽい感じ、水っぽいでシャビシャビじゃないよ、シャビシャビじゃなくってシャビシャビといつものドロッとした感じの中間ぐらいだねの、まあ、とろみ具合だったっていうのかな。だもんでこれやっていったらだん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 ドロッとしたやつがだん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 シャビシャビになっていくかもしれないね。毎日まあ2リットルぐらい一升だね、一升瓶1本分ぐらいの塩水取っていったらね、そう時々こんな感じで大便2日に1遍と、あ昨日も出てるか、で、あ2日前の日も大便出てるな、ここのとこね、ここのとこ大便よく出てるね、うん、おなんかうん、ここ3日間毎日大便出てるもんで、しかも下痢だね、うん、やっぱ腸の中どん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 きれいにしてくれてるっていうかクリーンになってる、でドローっとしてたやつがどん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 シャビシャビになっていって、うん、そうすると腸の環境がすっごく良くなるっていう、うん、いけるかもしれないねこれね。でね今日はね頭の状態いいんだわ、なんかすっきりしてて喋りやすい、なんか気持ち悪くなる感じがあんまりしないし、あと精神状態もいいんだわ今日、朝とかなんかすごいいい感じだったんだよね、あこれだよこれいい感じって思ってた。だもんでねやっぱね睡眠布団で横になってる時間が長いとねダメだな、うん、今日はねちょっとリクライニングチェアで少し横になった程度だもんで、ちょっと眠くなってうとうとうとしてリクライニング倒してでちょっと寝たぐらいなんだよ、うん、そのぐらいがいいかもしれないと思った。そうするとねあんまり脳がやられないっていうか、あんまり寝すぎるとね、寝すぎると脳がなんか重たくってなんかやられちゃうんだけどね、うん、まあ寝てなくっても布団で横になってる時間が長いとねダメなんだよ、うん、もうそういうのがある。多分であれだな、やっぱ睡眠時間は少なくで、まあ、横になってる時間も少なくするだな、それがいいと思った。調子いいんだわ今日、今朝はなんか妙にね、うん、もうそんな感じです。で大便がまあ1回出てて、でまあ少し水っぽい下痢で、で量はだいたい3分の1カップぐらいだね、昨日よりも少ない、今日はね明らかに少なかった、水っぽくってしかも量が少なかった、うん、3分の1カップぐらいだね。で匂いはほとんどなしだね、匂いがなかったんだよ。昨日とか2日前とかは割とまだ匂いが少し、あ昨日はまあ匂いあんまり感じられないで、2日前は匂いが少、まあ少ないけど、まあでも匂いあったってとこなんで、どん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 匂いも減っていってるね。今日はもう匂いほとんどなかったよね。どん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 とろみ具合も減っていって匂いも減っていくっていう、なんか腸の環境がどん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 良くなってるとか、綺麗になってクリーンになってるっていうのかな、洗浄されて、そんな感じ、そんな感じだね。でおなら日中から夜にかけてまあなし、おならなしですね、夜っていうか夜中までなかったおならは。で翌朝だね、さっき翌朝一度だけ出た、うん、ちょっとだけ、ちょこっとだけね、おならが、小さいおならが出て、で匂い変えたけど匂いはなかったってところです。だもんでおならもねもうほとんど出なくなってきてるし、匂いもなくなってきてる、うん。で今日の計測時刻は午前8時頃に計測しています。まあ8時5分ぐらいなんだけどな、正確にはまあ8時ぐらいってことで、昨日よりも10分ほど早いってところです。まあほとんど変わらない、同じ時間に測ってますね。で体重 54.30kg、 昨日に比べてマイナス 0.55kg の減少です。なんか今日割と体重ゴーンと落ちちゃってるんだね、うん、このところ 0.15、0.25、0.55 って感じで体重が落ちていってるもんで、うん、今日がなんか一番多いんだよね、体重の落ち具合が多い。水の量は多い、取った水の量は多いのに体重はかなり落ちてるっていうね、そんな感じで 1.3 リッターでフレッシュジュースも今日は730取ってるから多いんだよ、まあ、550とかじゃないもんね、うん、だけどまあ体重ガンと減っていってるなんだけどね、調子はそんな悪い感じじゃなかったもんね、バイオリズムがそう低いってわけでもないけど今日はね、
ってとこです。 BMI は 17.1 でマイナス 0.2、 BMI で 0.2 減るって結構でかいよ。だいたい 0.1 が 0.3 キロぐらいだもんで、まあ、0.6 キロ減ると 0.2 減るんだけど、まあ、今日 0.55 キロ減ってるもんで、こんだけね減るってでかいよ。てかもう 17.1 だもんで、もう新時期16台入っちゃうね BMI ね。まあでもとりあえず行けるところまで行く、やれるところまでこのままやっていくってとこです。どっかで下げ止まりになるかもしれないし、多分なると思うんだよ。レモネードダイエットをいろいろ調べてた時にね、まあいろんな人がやってたんだけど、体重はやっぱ落ちていくんだよ。まあもともとダイエットだけどね。で落ちていくんだけど、レモネードだけでやってても体重どっかでね下げ止まりになるんだってね。どっかでなんか止まる、安定するみたいだね。レモネードだけ飲んでるのに、まあレモネードでもあれメープル入れてるし、で あと粉唐辛子入れてるし、まあそこから多少は栄養は取れてるわけだけど、知れてるよね。でもね、でまあレモネードぐらいのものであっても体重はもちろん減っていくんだけど、どっかで下げ止まりになるらしいんだわ。やってる人のまあ話書いてあるのを読むとね。だからレモネードで下げ止まりが途中で来るんだったら、このフレッシュジュースとグリーントーヤの中にはヨーグルトも入ってるし、無調整豆乳も入ってて、で野菜ジュース、グリーンスムージーも入ってて、これでまあ唐辛子とかも入れてるし、俺は絶対途中で下げ止まりになるだろうって思ってるんで、レモネードで下げ止まりするんだったら、フレッシュジュースとグリーントーヤだったら絶対下げ止まりは来るわな。どっかで安定するわな、間違いなく。レモネードで安定するわけだから、って思った。だまあどっかで止まるとは思うもんで、まあそれを期待して、まあとにかく体重が落ちていっても今の1リッターから 1.5 リッターを維持させていくっていうね、ここでやっていこうと思ってます。でやっていって、ちょっとどうしてもこれちょっとまずいぞっていう感じがあったら、まあその時は体重回復期間ってして、まあ3リットルに戻すよな。3リットルに1回戻して回復させて、ある程度まあ回復したらまた1リッターから 1.5 リッターやって、でこの1から 1.5 に慣らしていくっていう形だね。まあそういう風にやる。でもまあできることなら体重回復期間に落とさないようにして、体重回復期間はまあ設けないようにして、このままもうそのままずっと1から 1.5 でいけたら一番いいもんで、わざわざ3リットルに戻さなくてもね、このままいけるのが一番いい。だからまあできたらこのままいきたいから、まあとにかくいけるところまではやって、このままねやっていこうと思ってます。まあ、そんな感じです。で、あと、体脂肪率はね、体脂肪率は 8.3% でマイナス 0.8% の減少です。まあ、今日体重もドーンと落ちたけど、体脂肪率もドカーンと落ちてるんだよ。0.8% ででかいね。でかいよ。前、BMI で16台入った時に、体脂肪率も 5% 切ったでな。ああいう風になるのかな。可能性はあるね、でも。で血圧116/81、最高血圧プラス1、最低血圧変化なし。まあ血圧は全く変わってないですね。全く、まあほぼほぼ変わってないですね。で脈拍63でマイナス3、ウエスト64センチで1センチの減少です。まあ、0.55 キロ減ってるんで、まあ、5ミリぐらいは減っててもおかしくないと思うけど、1センチ減るっていうのは測り方かな、これ。昨日は 0.25 キロ、で、2日前も 0.15 キロ減ってて、ウエスト変化なしになってるもんで、この辺で実際はもうちょっとね、もうちょっと2ミリとか3ミリぐらいは減ってた可能性があるんで、まあ、測り方かもしれないです。まあ今現状は64で間違いないと思います。で今日の気づき、まあ別に今日特に気づきって気づきはないけど、やっぱり睡眠だね。睡眠、横になってる時間はあんまり長く取っちゃダメ。ああだね、少なくした方がいい。これはもう間違いない、確定だねって思った。で今日はね、醤油割とちょっと飲んでみたんだけど、そんななんか偏頭痛が出るようなこともなかったもんで、だやっぱり寝すぎだな、原因寝すぎだわと思った。
寝すぎの時に醤油ちょっと多めに取っちゃうと、多めっても知れてるけどね、あんなちょこっと入れたのは 2、3回っていう程度だもんで、なんだけど醤油を取るとまあ出る可能性がある片頭痛がねっていうところです。ただまあ今日みたいにその少しだけね、ソファー椅子で少しだけ寝たっていうぐらいだったら全然いい、問題ないって形、むしろ調子がいいって形ですね。そんなとこかな。デコタンゴールは個人的には結構美味しかった。美味しい、甘さはそんな強くないけど、まあでも割と美味しい。食感がなんかね特殊ってか、なんか食感がいいんだよ。食感がねすごくなんか歯ごたえがあるっていうのかな、みかんの割に歯ごたえがあるっていうのかな、まあ、歯ごたえっていうと言い過ぎなんだけど、普通のみかんよりは歯ごたえがあるみたいな、そんな感じ。だから一粒一粒の粒だね。粒の膜がちょっと厚いのかな、薄皮じゃなくって粒の方だね、果肉の方だね。果肉の一粒一粒が割としっかりしてるのかもしれないですね。でまあそれぐらいかな。あと今日はまあ、ね、水はね、水2250で多めに飲んでるんだけど、やっぱね2リットルぐらい、2リットルがまあちょうどいい量かなと思います。2リットルね、2リットル少ないとね、やっぱ物足り、ちょっとね足りない感じがある。まあ明け方はね、夜中から明け方に入るあたりでちょっと足りなくなるんだわ。やっぱり2リットル一升瓶、まあ1800だね、1800ぐらいがちょうどいいってとこですね。で今日まあちょっと多めに取ったんだけど、まあ、バランス取るためにね。なんだけどね、今の音なんだろうな、なんだろうな今の音。バランスはね、なんかたくさん取った方がね調子がいい、体の調子っていうか具合っていうのかな、精神面も含めてなんかね、体の調子がね、塩水をたくさん取った方が調子がいいっていうのかな。だから3リットルぐらい取るともしかしたらすごく調子いいかもしれないと思った。で当然下痢も出ると思うし、腸の中きれいになるよね。まあ一気飲みだけしないように、一気飲みすると老化するから体に負担となってね、一気飲みだけはしないように、まあちょこっとずつね、まあ3口4口ぐらい飲んでまた戻してってやっていく形だね。それがねいい、そうやってやっていって1日にまあ2リッターから3リッターぐらいだね取ると、まあ3リッターまだ取ってないんだけど、まあ2リッター以上だね、2リッター以上取ると調子がいい。明らかに調子がいいね。塩水でかいよ。少なくとも1800以上は取るっていう風にしといた方がいいと思います。1800以上だね、まあ、1800から2500ぐらいの間って見といたらいいんじゃないかなっていうとこです。そのぐらいは取る方がいい、そんな感じですね。あと喉には粉唐辛子が効く。粉唐辛子と、あと七味とブラックペッパーだね。あれをまあグリーン陶冶に入れると喉にいいっていうのかな。まあ今日はそのぐらいかな。そのぐらいですね。で明日もデコタンゴールでやっていきます。量どうしようかな、まあ、今日と同じぐらいか、ちょっと減らせるようなら減らしたいけど、まあ、同じぐらいでやるかもな。そうだね、まあ、それでやっていこうと思ってます。まあ明日は今日と同じような感じで、全体的にもね。そしたら、絶食708日目完了です。それではまた明日。